台湾在这一次 COVID-19 的防疫成果呢，最主要是有很三个重要的因素。台湾が新型コロナウイルスの封じ込めに成果を上げたのは、主に3つの要因がある。慎重な態度、迅速な対処、そして早急対応。新型コロナウイルスのパンデミックの中、台湾の防疫成果と台湾モデルが多くの国から評価されています。外交部は21日、バーチャルリアリティ動画を公開し、コロナを効果的に封じ込めた3大要因を説明しています。外交部の総工人次長によりますと、慎重な態度は脅威の出所に注意すること。台湾は常に中国大陸の動きに対し警戒を高めています。迅速な対処とは、去年年末から台湾の検疫官は中国武漢市から来た飛行機に乗り込み、発熱の有無を確認していたということです。それから早急対応は、今年1月末に1日あたり180万枚しか作れなかったマスクの生産量を5月末には1800万枚に増やした。さらに6月末には1日2000万枚になった。今もこの量を維持しているということです。このバーチャルリアリティ動画は標準中国語と英語の2バージョンあり、 YouTube チャンネルトレンディング台湾で鑑賞できます。また11月からは総統府のバーチャルリアリティ体験エリアでも体験できるということです。